七夕ドロップ。元カノはとにかく男を試したがるタイプだった。例えば支払いの時に、ごめん、お財布忘れてきちゃった、今回支払いお願いと言い出して、俺は元から払うつもりだったから、いいよ今日は俺のおごりねと言って支払ってくると、うん合格、えらいえらい、ちょっと試してみたの、ちゃんとお金は払うよと言って財布から金出そうとしたり、なんかの拍子で荷物持ってあげると、合格、持ってくれるかなと思って大きなカバン持ってきたのと言った感じで、とにかく上から目線で俺を試して合否を出してくる。いい加減うざいなと思ってたら、共通の友人である元カノの親友が俺を口説き始めた。これは絶対元カノの新しい試験だなとピンときた俺は適当にあしらった。そしたら案の定、次に元カノと会った時、浮気しないで偉いね、合格と満面の笑みで言われた。俺はもうこいつとはダメだなと思ってその場で振って帰った。そうしたら来るわ来るわ連絡の嵐。あなたのこと好きだから不安になって試しちゃったの、全部合格したしあなたしかいない、あなたの誠実さが分かりました、ごめんなさい許してみたいな LINE がひっきりなしに来た。俺はうんざりして、君は俺にとっては不合格と一言だけ返してブロックした。すると今度は共通の友人から来るわ来るわ批判の嵐。あんないい子振るなんて信じられない、あなたのこと本当に思ってるんだよ、好きだから試しちゃうんじゃない、そんな女心もわからないの、男として小さすぎ。はあ、俺は小さい男でもいいからストレスのない恋愛がしたいだけなのに、これぐらいの行動は男として受け入れてやらなきゃならないの。結婚した後もことあるごとに試されると思ったらうんざりするよ。ご両親への挨拶、式場選び、引き出物選び、出産、育児、試すネタには事欠かないから。